サバディークラップ豊洋楽隊カップ、皆さんこんにちは。チョン楽隊豊でございます。今日は初めて自宅で撮影をしております。私は今回ですね、タイでコロナにかかりまして、タイに3週間以上滞在することになりました。その時、タイでどうやってたのかということを時系列に沿ってお話をしたいと思います。ただ私の場合ですね、おそらくイレギュラーなことがちょっと多かったと思うんですよね。特にホテルの宿泊に関しては。なので他の人にも当てはまるのかどうかわからないんですけど、少しでもね参考になればと思いますので、お話をさせていただきたいと思います。まずですね、最初7月の5日にバンコクから日本に帰国する予定で、前日の4日に PCR 検査を受けました。PCR 検査を受けたのは、その時いた場所から近かったねクリニックさんだったんですけども、7月の4日に受けまして、その日の夜には返事が来てたんですね。検査結果出ましたっていうのとね、メール、なんですか、診断書の PDF がね添付されて、ね、来てたんですよ。で英語で書かれててね、私は英語ダメなんで意味がわからないんですけど、その時書かれたのがね、ディテクティッドっていうのかな、DETECTED っていうね単語なんですよね。この言葉がね、書かれてまして、で私もね、何でしたっけ、ポジティブがアウトなんでしたっけ、ポジティブがアウトでネガティブがね、セーフなのかな。それはね、何か見て知ってたんですけど、それとはね、違う、単語が書かれてたんですけど、普通にね、結果が出ましたとだけね、送られてきたんで、多分大丈夫なんだろうなと思って、帰る日をね、迎えました。で、帰る日が来て、ホテルチェックアウトして、ブラブラしてる時に、暇なんで、単語どういう意味なのかなってね、調べたんですよね、その英語の単語を。そうしたら、確認されたみたいなね、翻訳が出てきたんですよ。確認されたって、コロナウイルスが確認されたってことか。ということで、初めて自分が陽性だったことに気づいたんですけども。で、陽性だったらどうすればいいのかわからないんですよね。そのクリニックさんから来たの、ただ検査結果出ましたっていうだけなんで。で、私もね、陽性になったら、多分、ね、半強制的みたいな形で、隔離されるんだろうなと思ってたんで、そう、隔離されただけでね、放置されると思わなかったんですよ。で、いろいろ調べたんですけど、例えばバンコクでここので PCR 受けるといいですよ、みたいなね、情報は結構あるんですけど、陽性になったらどうすればいいのかってね、なかなか出てこないんですよね。で、ある一つのサイトを、見つけまして、それがね、大使館に連絡すると、保険会社に連絡するだったかな、なんか書いてあったんですよね。で、大使館に、ね、電話しました。大使館は、連絡は義務じゃないらしいんですけどもね、大使館に連絡して、どうすればいいですかって言って。で、その時にね、大使館で聞かれたのは、名前とパスポート番号と、あといつ、どこのクリニックで検査を受けたか、ということをね、聞かれましたね。で、隔離はどうすればいいんですかっていうことなんですけど、その PCR 検査を受けたところの指示に従ってくださいというね、ことだったんですよ。で、そうですかということで、PCR 検査を受けたね、クリニックさんに聞きました。そうしたら、ホテルで隔離されてもいいし、病院で隔離されてもいいし、在住の方いらっしゃるじゃないですか。タイ人もいるし、外国人のタイ在住の方でね、住んでる方は、自宅で隔離されてもいいし、好きなようにしてくださいっていうね、話だったんですね。で、わかりました、って言ってね、ちょっと保険会社さんにも聞いてみますってね。保険会社さんにその後ね、電話をいたしました。保険会社さんはね、コロナとか別に関係なく、これ、疾病治療じゃないですか。疾病治療なんで、現地でかかった領収書とかもらってまとめて、
で、日本に帰ってから、まあ、連絡してね、申請しても、保険は降りるはずなんですけど、まあ、今回はいろいろとね、わからないことがあったんで、まあ、事前に電話をして、確認をさせていただきました。で、クリニックさんに、聞いたら、まあ、ホテルはね、自分で勝手に予約して隔離して、されてくれって言われてるんですけど、まあそうは言ってね、むちゃくちゃ高級なホテルね、泊まって、隔離されてね、保険が効くのか心配じゃないですか。でも聞いたんですよね。もうそうしたら、その時の、保険会社さんの返事は、常識的な範囲内で、で、三つ星程度って言われるんですよね。三つ星程度っていうね、曖昧な、回答されても、その三つ星程度っていうのはね、誰が判断するかなんですよね。ね、保険、あくまでも先に自分で立て替えて、後になってから、まあ、帰って請求したから、ね、保険が降りるかどうかなんで、自分はこれ OK だろうと思って、行ったら後になって、いや、このホテルダメですよとか言われても困るじゃないですか。なんでね、まあ正直、もっとね、誰が見てもわかるようなね、基準っていうのを言ってほしかったんですけど、まあ、例えばね、いくらまでは、一泊あたりいくらまではいいとかね、言ってくれればいいんですけども、まあ、その方がね、まあ、確実なんですけど、まあ、ただ、ね、ホテルの料金も、その場所によって全然違いますから、まあ、それも無理な話だな、ということでね。で、病院の方は、病院もね、やっぱりいろいろあるじゃないですか、高い病院、安い病院ってね。まあなんでね、聞いたんですよ、病院はどうなんですかって言ったら、まあ、病院は医療機関なんで、別に高いホテルとかな、ね、そういうのはないですっていう話でね。まあなんで、その限度額に収まれば多分いいと思うんですけども、まあだったら、ね、病院の方が確実だなと思って、もうホテルで後になってここはダメですとか言われても嫌ですし、ということで、クリニックさんに戻りまして、まあ、今保険会社さんに聞いてきたんですけども、病院にしてくださいと言ってお願いしました。で、あ、ちなみにですね、まあ、今回ね、私は特に何も、聞かれたりとかはしなかったんですけど、聞かれたかな？保険ありますかとかね。あ、聞かれたかもしれないな。いや、カードの保険でとか。カードについてるんでとか言ったような気がするな。まあ、タイなんかでも、もう要はね、金があるのかどうかでね、対応が全然違うんですよ。なので、まあ、少なくともタイの場合は、保険の、内容証明みたいなのを、まあ、カード会社に頼むと、英語のやつ作って送ってくれると思いますので、まあ、それをね、もらっていった方がいいと思いますよ。普通にね、加入した保険だとね、まあ、当然、あれ、保険証書ってついてくるんでね、まあ、それで、いいと思うんですけども、まあ、カードの場合っていうのは、そう、わかんないんでね、いや、これに、このカードにこうついてますって言っても、その場で言ってもね、もうわかんないじゃないですか。まあ、なんでね、事前にその、証明書をもらっていった方がいいと思います。で、あとですね、まあ、やっぱり外国で言葉とかも通じない、方とかね、いらっしゃる、多いと思うので、まあ、心配な方とか。なので、日本語でサポートで、その現地からでもね、電話してでも、サポートしてもらえるところのがいいのかなと思うんですけど、まあ、ね、カードの会社いろいろあるんで、どういうね、対応、されてるのかはね、わかんない、まあ、全部わかんないんですけど、カード会社それぞれだと思うんですけど、で、ちなみに私は今回、アメックスカードと、まあ、ダイナース、クラブカードの、まあ、両方のね、保険会社から証明書もらってたんです。まあ、というのは、タイは、100万バーツかな、あ、違う、100万ドルか、米ドルかな以上の、加入してないといけないとかなったと思うんですけど、まあ、その前にね、フィリピンに行ってタイに行ったんですよね。で、フィリピンが500万米ドルかなんかがね、必要だっていうことだったんでね、まあ、一応ね、両方もらって行ったんです。で、
まあ、今回電話させていただいたのはね、まあ、アメックスカードの方のね、グローバルなんとか、みたいなところで、タイからだと、シンガポールに電話つながるんですけども、シンガポールに電話して、シンガポールと話をして、じゃあ、担当の方から折り返ししますんで、っていう話でね、東京からだと多分思うんですけど、東京の、まあ、日本人の方から電話をいただいて、まあ、お話をさせていただきました。なのでね、まあ、全然いろいろね、わからないことが多いと思うので、まあ、外国でもね、ちゃんと電話なりして対応していただけるところの方がね、まあ、多分無難だと思います。まあ、あとね、PCR 検査とかもですね、まあ、やっぱり、無駄金っちゃ無駄金じゃないですか、この検査料っていうのはね。要は陰性証明さえもらえばいいので、陰性証明、別に高い陰性証明と安い証明、陰性証明で内容が違うわけでもないので、なるべく安いところでね、保険料は節約したいと思うんですけども、陽性になった場合に、なんですか、その日本語なりで対応してもらえるのかどうか、まあ、言葉の問題がどうなのかっていうのもね、考えた方がいいと思いますよ。もう私は、幸いはまあ全部タイ語でやり取りしたんでいいんですけども、まあ、タイ語が話せない方の方が多いと思いますしね、まあ、英語でもやっぱり難しい言葉とかあると思いますので、日本語で対応できるような病院とかの方がね、心配な人はね、自分ちょっとやばいんじゃないかっていうような人は、まあ、そういうところで受けた方が後々ね、苦労しなくていいのかなということはね、思いました。はい。で、まあ、私は、病院で隔離をしてくださいということでね、クリニックさんにね、お願いしたんですね。で、そうしたら、そのクリニックさんが、どこに泊まってるんですかって言われたんですよ。で、いや、もう今日帰るつもりだったんで、もうホテルもチェックアウトしてるし、どこにも泊まってないですって言ったら、そのね、多分その隔離プラン、隔離パックっていうのかな。まあそういうのが、今いるところに迎えに行って、もうそこから隔離で病院まで連れてくとかね、そんなところから入ってると思うんですよね、多分。で、病院で隔離されるためには、まずどっかに泊まってなきゃいけないっていうんですよ。あ、そうですか、つってね、わかりました、つって。まあそこからの近くの、三つ星ぐらいのホテルを、まあ、普通に一泊予約して、で、ここのホテルに泊まってます。何号室です。って言ってね、クリニックさんに連絡しましてね、じゃあ分かりました。って言って。で、そしたらね、まあ、その後、何時間か経ったら、クリニックさんから、連絡がしまし、来まして、もう病院と今やり取りしてるんですけど、部屋が空いてなくて、ちょっと待ってくださいっていうね、お話だったんですね。あ、そうですか、分かりました。って言ってね、ホテル延泊しまして、で、もう毎日ね、いや今日も連絡し、ホテル、病院と連絡してるんですけど、まだ開かないんですよ、ね。わかりました、って言ってね。でも一日ずつ、ね、延泊してったんですね。はい。で、まあそうこうしてるうちね、まあ自分でもね、一応調べたんですよ。そうしたら、まあ日本人がよく利用されるね、サミティベート病院とかね、バンコク病院とか、まあ、聞いたらね、もう50人、60人ぐらいの待ってる状態で、あ、まあ、それは無理だなっていうね、感じで、ね、調べたらね、ラムカムヘン病院というところが、どうも隔離してもらえるらしいっていうことでね。で、金曜日まで、待ちました。金曜日って何日だったのかな？金曜日まで待ちまして、で、もうそうこうしてるうちに、ね、このままだと隔離されないままね、10日間過ぎちゃうじゃん、と思ってね、もうこっちとしてもね、焦ってくるんですよ。やべ、隔離されないと、みたいな、変な焦りがありましてね。で、金曜日までだって、こう週明けて、月曜日にまだダメだったら、もうラムカム病院行こう、と思ったんですよね。で、まあ月曜日になって、クリニックさんと連絡して、今日もまだダメですっていうことでね。ラムカムヘン病院に行ったんですよ。で、ラムカムヘン病院に行って、クリニック、
コロナ陰性、陽性になったんですけども、隔離をしてもらえるところがなくて、ということで、はい、受付をしまして、わかりました、って言って、まず診察に来ました。あの、立派なね、病院の中には入れてもらえず、もう専用のカートでね、駐車場の隅っこに設けられたね、でっかいテントの中にね、プレハブいくつか並べた、もう専用のコロナ患者専用みたいなところにね、連れてかれましてね。まあそこでね、診察受けたんですよ。で、診察受けたら、まあその日が月曜日で、月曜日って何日なんですかね。18? 違うわ。11だ。11日の月曜日に、まあ、診察受けたんですね。そしたら、じゃあまた次15日に来てくださいって言うんですよ。え、隔離してくれないのかっていうね、ことでね、15日の金曜日来てくださいって言われたんですね、また。で、まあ仕方なく隔離してもらえないので、もうまたホテルに戻りました。で、15日まで延泊して。で、まあ、おとなしくしてね、いたんですね。で、まあ、それまで、その生活は、まあ、朝は食事ね、なるべく空いてる時間に行ってね、なるべく人から遠いとこと、で、まあ、座って食事をしてまして、で、ホテルからは、まあ、なるべく出ないようにしてたんですけど、まあ、食事はね、しないといけないので、まあ、夕方1回ぐらいね、近くのセブンイレブン行って、食べ物買ってね、食べ物、飲み物買って、言ってました。まあ、あと、Uber Eats でしたっけ ?Uber Eats もね、もう私は自分で利用したことはないんですけど、タイ人の知り合いに、ね、電話して、これ食べたいんで頼んで、って、わかった、とか言ってね、頼んでもらってね、Uber Eats も利用してました。で、15日が来まして、で、15日ね、またラムカンムヘン病院にね、行きました。まあそうしたらね、まあ診断を受けたんですよ。もうコロナは治ってるみたいなね、ことを言われたんですね。で、コロナは治ってるんですけど、まあちょっとね、風邪症状があったんですね。で、なんで、もう四五日休んだ方がいいよって言われたんですよ。で、保険会社さんから、ごめんなさい。話戻っても、申し訳ないんですけど。保険会社さんに、まあ最初ね、電話した時に、これ必要ですからってね、言われたのが、まあもちろん、その診断結果がいるんですけども、あと、まあ私の場合、10日隔離って言われたので、その10日隔離してくださいという、その診断書がね、いるって言われたんですよ。まあ確かにね、それないとね、まあ例えば、本当は5日隔離でいいのに、自分で勝手にね、10日、泊まって、10日後に日本に帰って、もう、後半の5日間は遊んでましたよとかね。まあ、それでね、10日間のホテル請求して保険を降りることになっちゃうじゃないですか。で、まあね、まあ、それはそうなんですけど、まあ、そこでね、15日の時点でもう10日経ってるんで、4、5日休めって言うなら診断してほしいんですけど、って言ったら、なぜかその病院がね、診断書出せねえとか言うんですよね。要求、あんたうちで PCR 検査を受けてねえし、みたいな。そんなようなことで、もう、マジかと思ったんですけど、まあいいやと思って、まあ、クリニックでもらえるだろうと思ってね。クリニックさんにね、行ったんですね。それがね、いつだったのかな。16日だ。16日に行ったんです。クリニックさんにね、診断書をね、欲しいんですけど、って言ってね。行って、まあその時先生と、まあちょっと、診察を受けて、まあ、大丈夫だと思います、みたいなね、話でね。で、月曜日の18日に、じゃあ、PCR 検査を受けに来ますんで、ってね、いう話でね。まあ、その間のね、診断書を書いてもらったんですね。で、その時にね、聞いたんですよ、先生に。もう自分が、結局ね、まだコロナなのか、もう治ってるのかで、もうその間ね、一応行動を自制しなくていい、しないといけないのか、もう自由なのかが変わってくるじゃないですか。で、まだコロナなんですかねって聞いたら、その先生は、まあ、診断もちょっとしてもらったんですけど、
もう半分笑ったような状態でね、いや、あなた、コロナを、のね、陽性になってからもう十何日経ってるんだから、まだ、生きてるはずないじゃん、みたいなね、ことを言われてね、あ、そうですか。じゃあもう、自由なんですね、みたいな。話をして、週末を過ごして、18日の月曜日にまたね、受けに行ったんですよ。PCR を、そこの同じクリニックさんにね。そうしたら、返事が来ました。今度はね、違う単語が書いてあるんですよね。いや、この間と違う単語が書いてあるんだから、もう今回は当然 OK だろうと思うんじゃないですか。で、PCR の結果が添付されてて、まあ、その後にね、クリニックさんのコメントみたいの書いてあるんですよ。ただね、ヤンから始まるね、タイ語の文字がずっと書いてあるんですよね、文が。で、ヤンっていうのは、まだっていうね、単語なんですよ。まだってどういうことなんだ の読んでみたら、そのウイルスの死骸がたくさんあったけど、まだ反応するやつがあるみたいな。だから、旅行はできませんみたいなね。そんなことが書いてあるんですよね。まあ、つまりね、陽性ではないけど、陰性。で、その言葉をね、調べてみたら、未確認みたいなね、翻訳で出てきたんですよ。未確認っていうことはね、陽性ではないんだけど、ないんだろうけど、要はね、コロナにかかってるかどうかじゃなくて、陰性証明を持ってるかどうかじゃないですか、日本に入れるのって。なんで、陽性ではないけど、陰性でもないんですよね、それ、証明書としては。まだダメじゃんと思って。まあでもその時はまだ余裕があったんでね、まあいいや、もう一回受けりゃ次はいいだろうと思って、もう3日ぐらいいるかと思ってね。で、ホテルを3日間ね、延泊して、で、次にね、22に受けに行ったんですよ、22の金曜日に。まあ、3日後だったら21なんですけど、まあ、一応ちょっと心配になったんで、1日でも遅い方がまあね、可能性も上がるだろうと思って、22に受けに行ったんですね。もう今度は問題ないわと思ってね。そうしたらね、また同じね、結果が出たんですよ。まだ未確認のね。で、まだ旅行できませんみたいな。まあそういう、結果が来ました。で、次の月曜日、25日ですね。まあさすがにね、次はね、OK だろうと思ったんですけども、一応、まあ、心配なんで、大使館にね、聞いてみたんですね。コロナ、PCR 3回受けまして、まだ陰性もらえないんですけど、つったらね。まあ、ウイル、死骸にね、反応することがあるので、陰性、PCR よりも抗原定量検査の方がいいですよということでね、日系の2社紹介させていただき、紹介してもらって、まあ、そこに受けに行ったんですね、抗原検査を。まあ、それは、別動画でもすでに投稿してるので、ご覧にいただきたいんですけども、まあ、それとね、もう一つね、陰性結果もらわなくても日本にね、帰れるらしいんですよ。それが、大使館の方は回復証明書って言ってたんですけど、まあ、それを英語とかタイ語で何て言えばいいのか分かんないですけど、まあ、要は、もうこの人は、ね、陰性結果としては陰性出てないけど、もうコロナじゃないですよ。もう日にちもずっと経ってるんでね。っていう、そういう、まあ、医者の診断書があれば、いいっていう話なんですよね。で、まあ、それはたまたまね、私も前にクリニックで診断書をもらった時点で、そういう内容の、診断書になってるので、もう申請すればね、もう検査を受けなくても、レター、そのね、もらって、日本にね、帰国はできたんですね。まあ、多分、費用もかからないんだと思いますけど、それと。で、そのためにいる書類というのが、まあ、その診断書と、パスポートの写真のところと、あとね、飛行機のね、航空券の予約の証明書、まあ、チケットの引き換えかなんかだと思うんですけど、それがいるっていうんですよ。それって先に予約しないといけないんですかって聞いたんですけど、もう予約をして、予約をした証明書が必要だっていうんですよね。で、その日が、25日のね、月曜日だったんですよ。
で、その書類ができる前に、一応アナウンスしてるのは、ご営業日。申請からね、ご営業日なんだけど、実際には、2営業日ぐらいで今は、まだしてますっていうね、お話だったんです。で、月曜日、25日の月曜日に、まあ、申請すれば27日の水曜日ぐらいにはね、まあ、もらえるっていうことになるんですけどね。順調にいけば。まあ、ただそのね、順調にいくかどうかってわかんないじゃないですか。で、しかも、今週ですね、この28日が、国王陛下のね、誕生日で、退位の祝日だったんですよ。で、その次のね、29日、金曜日。これもね、まあ、なんかわかんないですけどね、大使館休みだっていう話でね。ですから、木金土日4日間ね、休みなんですよね。で、そうなると、水曜日に出なかったら、もう月曜日、8月の1日か、8月の1日の月曜日になるんですよね。診断書が出るのが。あ、診断書じゃない、レターが出るのが。で、まあ、順調に行って2日なんですけど、一応ね、ご営業日って言ってるってことは、まあ、ご営業日までかかる可能性があるわけじゃないですか。そうすると、なんだ、8月のね、3日とかになるんですよ。その診断書、レターがもらえるのが。最悪。で、事前に飛行機を予約しないといけないってことは、8月のね、4日に、の飛行機を予約しないといけないことになるじゃないですか。万全を期すためには。で、先に言うよ、もう飛行機予約したはいいけども、それまでにね、書類もらえませんでしたよってなったら、アウトですからね。でね、さすがにそこからもう1週間半ですよ。25日から8月の4日っていうと。もう1週間半ね、保険もね、いい加減もう1ヶ月近くね、延長してるわけだし、ね、さすがに大使館に聞いたらこうやって言われたんでこうやりましたって言えば保険は多分降りるとは思うんですけども、そこまでね、さらにね、10日もいるのもね、もう私もいい加減、ね、バンコクに何もせずいてもね、仕方ないですし、と思って、まあ、結局ね、それは、断念しまして、まあ、なんですか、抗原定量検査、まあ、それも今度ね、やればもう絶対そんなもん陰性だろうと思ったんで、まあ、結局、抗原定量検査をね、受けて、日本に戻ってきたわけでございます。はい。で、まあ、あとね、もう一つ。まあ、私、結局ね、コロナで、この3週間以上、まあ、タイへ抑留されてたということでね。まあ、その間に、滞在期限過ぎたんですよ。ビザなしでね、日本人が、飛行機でビザなし、飛行機乗ってビザなしで入国する場合はね、30日間しかね、滞在できないですね。で、まあ、その期間がね、PCR 検査が陰性が出ない間に、もうその期間過ぎちゃったので、オーバーステイの状態なんですね。で、まあ、それもね、大使館にね、そういう場合どうなるんですかねって言ってね、言ったら、まあ、空港でね、単位の場合は、その罰金を払って、出国することはできるんですけど、まあ、でもコロナでね、帰れないんで、言ったら、上長酌量になるのかなと思ったんですけどね。どうなるんですかねって聞いたら、もう空港でやったらもう確実にオーバーステイになりますっていう、その大使館さんのね、お返事だったんですね。なんで、その延長手続きっていうのができるんですけども、延長手続きをね、しに行ったんですね。で、そうしたら、まあ、そこのね、延長手続きのね、事務所、これも、あ、そっか、これまだ動画出してないのか、ちょっとまとめて出したいと思うんですけど、要は、ノービザでね、ビザなしでね、入国するじゃないですか。30日間有効でね。で、そこから、延長手続き30日っていうのがね、できるんですよ。お金払って。1900バツなんですけどね。で、その手続きができるんですけど、まあ、私が行った時はもうコロナがね、その陰性結果もらってから行ったんで、もうすでにね、オーバーしちゃってるんですね。そうすると、その手続きっていうのはね、なんですか、オーバーする前にやらないといけないんですよ。で、オーバーした後に
やることもできるんですけど、まあ、今回のね、私みたいな場合ですね。その場合は、まあ、その手続きをしに行った日のまでの、そのオーバーした分の罰金、まあ、今は1日あたりね、800バーツ、あ、違う、500バーツなんですけどね。で、私の場合は、まあ、その日、その時点で、ね、8日間オーバーしてたんで、まあ、その罰金がね、4000バーツなんですね。で、オーバーした日までの罰金を払って、それから、その1900バーツ、延長のビザをもらえるっていうね、ことだったんです。なので、どっちにしてもね、オーバーステイになっちゃうんですよ。その手続き行ったとしてもね。で、空港で行っても、まあ、どの道オーバーステイなんですよ。ということで、私の場合はもう、その時点でね、その次の日にもう日本に帰ることが、もう、飛行機さえ取れればね、決まってたので、そこで、その、事務所で手続きをすると、8日分の罰金4000バーツプラス延長ビザ代1900バーツなんですよ。で、次の日に空港でオーバーステイで出国すると、まあ1日増えるんで9日分の罰金4500バーツでオーバーステイなんですね。まあなんで、どうしますか？まあどっちでもあなたの好きな方でいいですけど、みたいなことでね。あ、じゃあ空港でやります。って言ってね。結局オーバーステイで罰金を払って出国をしてきたんですけども、なので、もうね、帰れなくてオーバーステイになっちゃう場合は、その滞在期限が切れる前に、その、なんですか、延長の手続きをね、しないとね、オーバーステイになっちゃうんですよ。まあ、ただね、コロナでね、外出しちゃいけないんでね、まあ、それも不可能なんですけどもね。で、まあ、大使館の方は代理の人が申請に行ってもいいですよって言ってね、いう話だったんですけど、もうそれも本当にね、代理の人でいいのかどっかわかんないですけど、まあただね、普通の人はね、そんな代理で申請に行ってくれるような人いないですよね。旅行で行ってる場合は。まあ向こうの現地の日本人の友達とかいりゃね、誰かやってくれるかもしれないですけどね。まああと、ね、まあひょっとかして旅行のね、パッケージツアーとかで行ってりゃ、旅行会社の人が、まあ、ひょっとしたらやってくれるか、まあ、まあやってくれなくても文句言えないですけどね。もしかしたらね、やってくれるかもしれないですけどね。まあ、誰かね、現地に助けてくれる人がいない限りはね、代理の人に行って延長してもらうのもね、難しいですよね。まあ、そんなこんなでね、日本に、まあ、結局、帰ってきました。抗原定量検査で陰性証明をいただいてね。27日付でいただいたのかな。で、28日の飛行機でね、帰ってきたということになります。あと、保険の話につきましては、また、保険申請して、これは保険適用されましたよ、とかね。まあ、これは保険ダメでしたよ、とかね。ダメって言われても困るんですけど、全部 OK になってほしいんですけどね。まあ、それは、保険会社の、申請したから、また、別動画でね、報告をさせていただきたいと思います。はい、ということで、今回ですね、まあ、私のタイでコロナにかかってから日本に帰るまでの顛末でございました。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。コップンカップ、ワディカップ。